2022年12月10日の夜、ウクライナにおいてロシアが2014年に一方的に併合した、クリミア半島北部ジェンコイ近郊にあるロシア軍宿舎で、ロシア軍部隊の兵舎に大規模な火災が発生して兵士2人が死亡したとして、ウクライナのメディアが報じているよ。それによると12月10日夜にジェンコイから南東約 15km にあるソビエツキーに設営されていたロシア軍兵舎で火災が発生し、兵士2人が死亡して施設にいた約200人が避難したとされているな。このロシア軍兵舎には9月の部分的動員令で招集された200人以上の予備役動員兵が駐留していたみたいだね。さて今回は、クリミア半島のロシア軍施設での火災について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。この火災についてウクライナの一部のメディアでは、火災はドローン攻撃によるものであるとして報道し、ロシア側が設置したクリミア共和国の悪書の不死鳥はドローン攻撃はウクライナ側のフェイクニュースとしながらも、SNS 上で10日にクリミア半島中部にあるシンフェロポリで防空システムが作動したとして、住民に対してドローン攻撃に対して平静に対応するようにとの呼びかけを投稿しているんだ。しかしながら、このロシア軍宿舎の火災について、クリミア半島の先住民族であるタタール人とウクライナ人がパルチザンとして活動している反ロシア団体の宛氏が、ロシア軍宿舎の火災は計画的な放火である主張する声明を出し、この先もパルチザン活動によって、クリミア半島のロシア軍を内部から崩壊させ続けるとの警告を発しているみたい。クリミア半島は、ウクライナ南部ヘルソン州に繋がった形で黒海の北岸に突き出た半島で、26,844 km² の面積に、2,353,100人の人口を持ち、地政学的に黒海を支配する重要な要衝として、古代から様々な民族が争う土地であり、15世紀にオスマン帝国の属国としてクリミア半国が成立し、18世紀にロシア帝国に併合され、このクリミア半国の住民であったのが、8世紀頃にクリミア半島に流入していたチュルク系ムスリム住民を起源とするクリミアタタール人なんだって。1917年に勃発したロシア内戦において、クリミア半島は反革命側の白軍に占拠されていたが、白軍が赤軍によって駆逐された後に、クリミアはソビエト連邦の一部となり、1921年にはクリミア自治ソビエト社会主義共和国が置かれ、ナチスドイツの占領下にあったね。クリミアの戦い1941年から1942年では、クリミアタタール人の多くが赤軍として参加させられたんだけど、1944年にクリミアタタール人はナチスドイツに協力したとの嫌疑をスターリンによってかけられたため、約20万人が中央アジアやシベリアに強制移住を命じられ、その過程において多数の住民が命を落としており、このことはクリミアタタール人追放として、現在においても、クリミアタタール人の心に深く刻まれていて、彼らの反ソ連、反ロシア思想の源になっているよ。スターリンが死去した後の1967年にクリミアタタール人のシベリア追放措置は解除され、彼らへのクリミアへの帰還運動が開始されたな。1991年にはソ連邦内に居住しているすべてのクリミアタタール人から代議員が選出されて、最高意思決定機関としてクリミアタタール民族大会クルルタイが開催され、タタール人のクリミアへの帰還が進められることとなり、クルルタイはそのための常設機関としてクリミアタタール民族会議メジュリスを設置したよ。2014年にクリミア危機が起こり、ロシアが一方的にクリミア半島をロシア領として編入したが、国際社会とウクライナはそれを認めず現在も係争状態にあり、メジュリスもまたロシア編入を認めておらず、ロシアがウクライナに侵攻した際にはクリミア半島はウクライナ領であるとの声明を発出して、ウクライナへの支持を表明していたんだ。クリミア半島では8月にも海軍航空隊基地やセバストポリ軍港の海軍司令部などがドローンによると見られる攻撃を受けるなど、パルチザンによる活動が盛んで、今回声明を発したタタール人による当て死を含めて3つのパルチザン組織があり、およそ100人のパルチザンが潜伏していると言われているね。内部に工作員がいるとなれば、ロシアもうかうかしていられないよね。
一気に総崩れになる可能性もあるんだし。クリミア半島で現在ロシア軍が使用している基地は全てウクライナ軍が使用していたものであるため、位置や基地内の配置など全ての情報を持っているほか、ロシア軍基地に出入りしている協力者によって常に最新情報が提供されているらしいな。そのパルチザン組織にはウクライナ軍がドローンなどの兵器を提供し、攻撃目標などの指示を出しているとされ、ウクライナ軍と緊密な連携を保っているとされているぜ。ウクライナのゼレンスキー政権でクリミア問題担当のタミラタシェワ大統領府代表は、ウクライナ政府としてはパルチザンへの関与についてのコメントは控えながらも、ウクライナは国際法に従ってロシアによる不当な侵略戦争を戦っているとした上で、ウクライナは決して民間施設を攻撃したりせず、クリミア半島における火災や爆発が起こった施設もまた全てが軍事施設であることに大きな意味があるとして、パルチザンも含めて国際法を遵守していることを強調しているよ。確かにウクライナ側は国際的に批判を受けるような行いを避けているよね。まあ支援のもと戦えているわけだから、世界から信頼を失うようなことはできないだろうし。そうだね。パルチザンとは占領された地域への支配に抵抗するため、地元市民が結成する軍事的組織のことを指し、ウクライナでもこれまでにロシア軍に占領された町それぞれに何らかのパルチザン組織が結成されロシア軍への抵抗を示しているとされているよ。これに参加する住民の多くは、侵略してきたロシア軍によって家族や友人を非道な方法で殺され、町や他の住民を守るために抵抗を続けているんだって。パルチザンの戦闘とは、正規軍と違って敵と正面から戦うのではなく、地下に潜んだ上でのゲリラ戦、将校や兵士の暗殺、軍事施設の爆破などによって敵の後方を撹乱するものであるが、パルチザンとはそもそも旧ソ連がナチスドイツに侵略された際に、侵略者であるドイツ軍に抵抗した民間人を指して呼んだものであり、そのパルチザンが旧ソ連の流れを汲むロシア連邦軍を苦しめていることは皮肉な話だよな。先日ウクライナ軍が州都ヘルソンを奪還したヘルソン州においては、ロシア軍が撤退する以前からパルチザンによってロシア軍の補給路が遮断されていたとされ、ウクライナ軍特殊部隊との共同によってロシア軍を苦しめていたとされ、高機動ロケット砲システムハイマースが配備されてからは、その標的となるロシア軍の弾薬庫や兵舎、司令部などの位置情報をパルチザンがウクライナ軍に提供していたんだ。これによってハイマースから発射する効果で貴重な GPS 精密誘導ロケット弾を無駄にすることなく、確実にドニプロ川東岸にあるロシア軍の兵站集積施設や補給路などへのピンポイント攻撃に運用できたとされているね。ウクライナにおいてパルチザンがロシア軍を苦しめる存在であることは疑いがないが、その活躍の源となっているのは、祖国を守る大義によって戦うパルチザンと、ウクライナを侵略する理由もよくわからずに連れてこられたロシア兵との士気の差だけではなく、パルチザンの教科書の存在があったことが大きいとの指摘があるぜ。このゲリラ戦のお手本を記したとされる教科書は、2013年にアメリカ軍の特殊部隊が体系化した抵抗活動戦略 ROC と呼ばれる300ページにも上る冊子のことだな。この教科書には、道路標識を付け替えたり、撤去したりして敵軍を混乱させることや、道にガラスを巻いて軍用トラックなどの通行を阻止することや、ゲリラ戦のやり方が詳しく書かれているみたいだね。ウクライナはロシアが侵略する以前から、この ROC を元にマニュアル化して行政機関や個人に対しても、侵略を受けた際にすべきことを周知させて準備を進めていたんだって。日本のインターネット上ではウクライナにおけるパルチザンの活躍を受けて、ROC などのウクライナによる取り組みを日本は見習い、国民の国防意識を高めるべきであるとの意見が広がりつつあるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。